1,2,3,4 4拍目でピックアップ取ってこれ3フレット5フレット入ってます。で3 3 5 3 5、うん、で止めてます。四分九分で基本的にダンアップダンアップっていう感じでウォルタネートで弾いてます。で次に353、5弦の5、4弦の3、人差し指で2フレットなり5弦の5で小指です。で2、3、もう一回弾きます。で続いて自分はちょっと気持ちスライドで、次に3弦の5フレットをチョーキング。チョーキングっていうのは音を持ち上げて音程を変化させるテクニックなんですね。これを今ドから C から D にチョーキングしました。一音チョーキングです。もしこれが半音だったら H ってか HC って書かれてるんですけどってことですね。で一音です。でチョップといって上からこうミュートしてこの辺を当ててるんですね。ミュートしてこうチョップといってこうあやづけもして弾いてます。でその後こう音を止めてるんですけどピック当てて、でこれは小指使って弾いてる人も結構いるんですけど、僕はスライドします。親指そのままで、このあとこれ出てくるんですけど、これは、3弦の5、3プリング中指4弦の5、ここはちょっと右手も説明します。ダウンダウンアップダウンダウン、で最後このフラット5に対しダウンアップダウンアップで弾いてます。で使ってるスケールはここに載っているダイアグラムの G のマイナーペンタトニックスケール、これが土台になってます。で下に書いている五線譜の G マイナースケールに赤く丸がついているのはこの G マイナースケール、これの2番目と6番目を省いた5つの音階、これがマイナーペンタになるんです。まあ厳密で言えば2とフラット6って感じなんですけど、はい、それでは9小節目から入ります。はい、9小節目からは、3弦の6フレットをハーフチョーキングし、2弦の、6フレットで G の音にチョーキング、そして1弦の3フレットこれジョイントします。寝かせてこう弾くことジョイントって言います。そして小指で6フレット3弦の5薬指で1弦の3フレットですね。で続いて小指から薬指人差し指で8分3連ってリズムですね。1拍で3個8分音符を本来8分音符を2等分しているとこう3等分しているリズムですね。まあ、難しく考えず、1拍でこう3つこう入るリズムですね。8分3連です。3弦の5フレット3フレット4弦の53弦の353でビブラートで4拍目の裏で4弦の10フレットの C の音になります。 C の音が入って4弦の12から薬指で、で3弦の10 12、プリング12 10 12 10 4弦の12 10
12、10で次はこの12、10、12、10をループします。ダウンアップダウン、ダウンアップダウン、ダウンアップダウン。そして3弦の11フレット差し指、12、11、10、12、10。このなんか微妙な音程がかっこいいですよね。17小節目からのフレーズです。まず12、15、開放、10、12、これを繰り返します。これを3小節弾いて4小節目に下がる、8、10、10、12と、これで1小節です。これを2小節やります。はい、そして最後に8、10から下がっていきます。ちょっと繰り返しますね。3小節目変わります。下がる、3弦の5フレットをチョーキング、上げっぱなしの状態でチョークアップで下げます。353、そして3弦の5フレットを232、4弦の53、そして4弦の53、5弦の53、プリングします。で4弦の35を弾いてスライドです。3弦の575、寝かせて3弦の5、4弦の75で最後チョーキングします。1弦の10フレット人差し指で、2弦の11中指、3弦の12フレット薬指です。で続いてこれは1弦の11、2弦の13、薬指、3弦の12中指です。でまずこの説明なんですけど、 Gm が今ダイアグラム出てますけど、この Gm の1弦からフィフス、2弦マイナーサード、3弦のルート、このようにコードトーンを弾いてます。あ、この Gm からこのフィフス、マイナーサード、ルートって弾いてるなと、こう見えるとなんかやりやすくなってきますね。で続いて Cm、 これが4弦ルートのコードですね。1弦のマイナーサード、2弦のルート、3弦のパーフェクトフィフス、それを人差し指からこう弾いてる。だからこう C マイナーなのね。で続いて F のフィフス、メジャーサード、ルート、パーフェクトフィフス、メジャーサード、ルート、人差し指で2弦の13、中指3弦の14、薬指15の F の形ですね。で続いて B フラット、5弦ルートからのコードですね。これはメジャーサード、メジャーサード、ルート、パーフェクトフィフス、2弦の15、3弦の15、4弦の15、これ薬指でこう制覇して一個音を止めながら弾いてます。2弦の11フレット下指、 3弦の12中指、4弦の13薬指です。これも E フラット、F の形をそのまま11フレットにしました。フィフス、メジャーサード、ルート、
て C マイナー、薬指2弦の13フレット、3弦の12中指、人差し指、中指、4弦の13で、これはルート2弦3弦パーフェクトフィフス、中指4弦13フレットがマイナーサード。自分はこうやって弾いてるんですけど、別にこれでもいいですね。この今出てるダイアグラムは8フレットの方なので、1弦の8、2弦の8、3弦の8制覇して、こっちの方が弾きやすいかもしれません。自分ちょっとこっちで慣れてるのでこっちにしてます。続いて D のフレーズですね。これは人差し指が1弦の2、2弦の3、人差し指3弦の2フレット、また2弦の3フレットで中指が戻る。薬指1弦の3、2弦の3フレット、人差し指で、また薬指が1弦の3フレットで戻ります。で、小指が1弦の4、ここは同じですね。小指また1弦の4、5フレット、2弦の3。結構オルタネとか難しいです。で、これを2回目はもう1回繰り返します。そして G マイナー、 C マイナー、このように動きます。1弦の10フレットから11、13で、また1弦アップで10フレット、半を上げて薬指2弦の13、中指で、最後は5、6、7、8、90と上がって終わります。